ついに開業です。ですけども、このね、大阪メトロ御堂筋線の、まあ、新大阪駅はほぼ関係ないんですけども、今回はですね、なんとね、千里中央駅、この先のね、江坂駅から次のね、北大阪急行の南北線というね、線がなんと延伸されまして、今回はですね、その北大阪急行南北線延伸線に今回はね、まあ取材をしていければだと思います。でね、先日ね、あげましたけども、22日にね、さよなら千里中央ということで、約54年のね、歴史に幕を、まあ、下ろしたということで、今回はですね、まあ、その千里中央行きじゃなくて、今回はね、箕面茅野という駅とね、あとね、箕面千葉阪大前駅というね、駅が新たに追加されたので、今回はね、行って取材をしてみたいと思います。というわけで本日もやっていきましょう。せーの、レッド。今回開業した路線について少し解説します。2024年3月22日まで終着駅だった千里中央から北へ約 2.5km 延伸され、新たに箕面千葉阪大前駅、箕面茅野駅が新たに北大阪急行南北線延伸線として駅ができました。箕面茅野駅から新大阪まで19分、梅田まで25分、難波まで34分と都会までのアクセスが非常に良くなりました。はい、というわけですね、箕面茅野駅が間もなく来ます。ちょっといつも以上にね、路列が回ってないのもあるし、ちょっとね、頭が回ってないのもあるので、なんかわけわからんこと言っててもご了承ください。そして皆さん、すごく話題は変わるんですけども、チャンネル登録150人ありがとうございます。いやね、前回の動画でも言ったんですけども、なんとね、この3月でなんと15人ぐらいかなの方にもうチャンネル登録していただいて、あの、僕たちとしてはもうすごい、すごくね、まあ、やる気が出る。まあね、コメントとかもういいねもそうですけども、チャンネル登録してくれる方が増えたらね、すごいね、もう何て言うんだろう、すごいワクワクするというか、もうね、次もね、頑張っていこうと思います。危険ですので、ホーム柵から身を乗り出したり、物を立てかけたりしないでください。2番線に到着の電車は、江坂方面、箕面茅野行きです。電車とホームの間が広く空いております。足元にご注意願います。足元にご注意願います。The train on platform 2 is bound for... というわけで、箕面茅野駅に乗っていきます。次は
中央駅に着きましたけども、2番線がもともと中本行きだったのに、なんと箕面茅野駅が発車しようとしております。次のね、来る電車にね、箕面茅野駅に乗って行きたいと思います。それではスキップ。で、前はね、このここでこの黄色いとこで終わりだったんですけども、なんとその奥ね、ついに入れるようになりました。全部阪大前駅に着きましたけども、あんまり皆さんね、ここをなんてやろう紹介してないということで、もうちょっとね、いろんな動画見てもらったら分かるんですけども、まあ、あんまり紹介されてないっていうのがまあ印象的なんで、今回はね、ここの駅をまあより分かりやすくね、まあ、ちょっと解説していけたらなと思います。ということでですね、一番駅から見て一番北側10号車のね、まあもう4歩ほどということで、一番奥まで来ているんですけども、なんかね、すごいね、撮り鉄の方が増えそうな、このなんていうの、すごい開放的な感じで、電車の写真がすごく撮りやすそうな、そんな感じなんですけども、こっちがね、僕では乗ってきた箕面2番線で、こちらが1番線ということで、こっちから来る電車はめっちゃ撮りやすそうやな。あ、こっちがね、1番線の中本駅ですね。これね、ちょっとね、わかる、ちょっとね、動画じゃ伝わらないんですけども、匂いがね、新しい駅の匂いみたいな感じでですね、こちら、なんかね、外装が、まあ、ここからすごくもう、内っぱなんで、コンクリートの内っぱなんですけども、こっち側から見てみたらね、
なんかすごいパネルかななんかが挟まってて、すごいね、なんていうんやろ、この近未来チックな、そんな感じのね、なんかあのこのその壁になっております。そしてね、今回ですね、北大阪急行はですね、まああのいろいろなそのサインシステムとかも変わったんですけども、特にね今回はこちら、今回はですねこのね、なんて言うんだろう、この看板があのもうデザインが変わったということで、いやなんかね、思ってたよりもすごくかっこよくて、あの昔みたいなあの青色じゃなくてね、こんななんかちょっとおしゃれチックになっております。他は特には変わらないですけども、新しいこのうさぎ表示幕だったりですね、ちょっとね駅上がってみたいと思います。右の線が反対前、今回のサインシステムはこれです。なんかねあれなんですけど、まあ東京みたいな感じです。ちょっと一旦上に上がって、うわすごい深い、めちゃくちゃ深い、いやなんか大阪駅の梅北エリアを思い出すような、そんな感じのね、深さになっています。延伸区間はね、まあ、ここだけなんですよ。この地下区間っていうのは千里中央から地下区間でここまで来て、ここからさっき見えてたあの広いとこから上がってこれるということでございます。日本線場阪大前駅の改札に来ました。まあ、バリアフリートイレももちろん使われているので、ちょっと出ます。というわけで出てきました。で、日本線場阪大前駅でございます。駅は特にもう、まあ、なんか特徴がなかったんですけど、今回なんて言うんだろう、このね外がすごいなんか昔の万博みたいな、そんな感じになっておりまして、こちらです。の天王寺のキューズモールとかにありそうですよね、こういう屋根って。すごいね高い、このエスカレーターもめっちゃ長いですね。さっきのエスカレーターの倍ぐらいの長さあります。はい、まあね、あのいろいろとね、美濃のこの延伸に至ってはね、まあ、動画を回していますので、ぜひ上のねあのこのカードから見てください。これは2階になるのかな、1階がそこだから2階まで上がるようなエスカレーターだと思います。おお、美濃線の阪大前がの近くのね、まあこういうねあの動画をね、まあ皆さん上げてみてくださってたら、あここかと思い出すともいいかもしれないんですけども、ついにね延伸開業がなされ、こんな感じでね駅ができて、でねこちらね図書館だったり、その芸能美術館だったり、あと芸能劇場だったり、あとはね、まあ、会社だったり、いろんなねこの再開発っていうのがなされていて、で阪大前というね、まあ、名前がついているので、このね近くに阪大前のキャンパスができる模様だと思っています。下すげえな、何これ、なんかでもすごい地下っぽいな、ちょっと分かんないんですけども、まあちょっと調べても多分出てくるか分からないので、あれなんで、あれやったらもう一回ちょっとね、ここができたらまた動画回そうかな、できたらいいですね。というわけで、まあ、美濃線場阪大前駅はこんな感じです。でね、まあちらにダーというこの新しい橋がかかったりとか、では次はね、美濃茅野駅に行きたいと思います。改めて見るとエスカレーターが長い、デザインがすごくこの動物園前駅に似ているというか、このね雑誌に沿って感じですね。で一歩を買って、中に入ってきたので、次はねついにあの駅美濃茅野に行きたいと思います。 Let's go!
左に下げてあげる。